とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は冒険には行かずに、このキャンプでできる遊びをやりたいと思います。まあ、知ってる人は知ってるけども、知らない人は意外と知らないことですね。行けそうだけど、行けない場所ってあるじゃないですか。そこにね、なんとかして行って遊ぶっていうやつです。まず一つ目。この高級商人の屋根の上。ここはね、なかなか登れないよね。登れないと思います。そこの行き方は、まずミステリー商人の横。登っていってください。で、そしてこの屋根の上、もしくはもう一段下のここ。どっちからでも行けます。ジャンプしましょう。ギリギリから向こうに向かってジャンプしてください。と、あ今のはちょっとミスだけど、ギリギリのところからジャンプすると向こうに到着することができます。いけ！よし、あら、難しいな。ここだ！よし、いけたー。ここに行くことができると若干自慢することができます。覚えておいてくださいね。続いては、このあたりですね。鍛冶屋の上や、ギフトラッパー、そして村の商人の屋根の上、乗りたいよね。乗る方法があります。まず、鍛冶屋のカウンターテーブル、ここに乗っかってください。で、端っこ、ギリギリまで行って、このね、緑と黄色のストライプの屋根、ジャンプします。そうすると乗ることができますね。で、そしてここを通って右に行けばギフトラッパーのところに乗ることができます。で、そして鍛冶屋の方は乗ったけども、もう一つ村の商人の方にはどうやって乗るんだろうと思うじゃないですか。乗ることができるんだよね。この辺りからジャンプします。クエストボードに、クエストボードに向けてジャンプします。そうするとクエストボードの上に乗れるんだよね。よいしょ、乗れた。もうなんか空中に浮いてるような感じになるんだけども、ここを通って村の商人の屋根の上に行くことができます。まあこれもね、知ってる人は知ってるけども、知らない人はどうしてそんなところにいるんだろうと不思議な感覚になりますね。続いては、ここの洞窟の中ですね。ここもね、道が一つ隠れてます。ここ、切り株の上からジャンプ。そうすると、こっち裏側の方にね、通っていくことができるんだよね。で、こう行って、反対側が、自分の姿がこう真っ黒になって、ちょっと不思議な感じになります。こちらね。ぐるーっと回ってきてください。まあ、回ってこなくても、まあ、いけるにはいけるんだけども、ここです。まあ、これ、かくれんぼとかにちょうどいいよね。ここに隠れたら、なかなか見つからないと思います。場所は、ここでした。ここの裏側にいますね。続いて新しく出てきましたタワーですね。この横の小屋があるんだけども、ここに入ることができます。場所はここ、階段のところから横の壁に向かってジャンプですね。だから壁の上に乗ることができるので、ここの端っこから小屋に向かってジャンプしましょう。なかなかここ難しいんだけども、よっと、あ、いけたー。こんな感じです。この小屋の中に入ることができます。ただ、問題なのは、ここは戻ってくることができません。なので、チェックポイントに戻るで飛びましょう。そして、今のと同じやり方で反対側に行くこともできます。反対側がね、別に何もないんだけども、こっから、ここを通っていくことができます。ただここね、先は何もないのよ。ただ落ちる。はい。ということで今日は知ってる人は知ってるけども、知らない人は意外と知らないっていう場所、
やってみました。おそらくね、まだあるのよ。まだある。でも俺の知ってる限りは、こんな感じだね。まあ他のところあればコメントで教えてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。